やっと来てくれたかよ。待ちくたびれちまったぜ。もう抑えきれねえのか。溢れ出る力を、全てを焼き尽くす黒い炎を。マークバーン、2年前にあんたが言った言葉を思い出すよ。ひょっとしてお前混じってやがるな。教会の聖魂とも違う異質な何かが肉体そのものに。お前はごく一部みたいだが、あんたはどれだけ混じってるんだ。全部だ。あったな、パンタグリュエルでの話かよ。内戦の時、リーンが一人で招待された時の。そんな話をしてたのね。ああ、あの時の言葉、今ならはっきりと意味がわかる。俺の一部というのはジップ、オズボーン最小の心臓、鬼の力の源泉にして、帝国の呪いと連動して俺を逃げと化した存在だ。リーン。あの時は何なのか俺にもまだ分からなかったがな。しかしあの時と比べたら一部どころじゃなくなってやがる。それでも俺には程遠いだろうが。ああ、そうだろうな。もともとこの世界の人間じゃなかったあんたと比べたら。この世界の人間じゃない。それってどういう。というか言ってる意味がわからない。俺たちは皆この世界のことを女神が創造した唯一のものだと信じている。いや、そもそも疑問にすら思わないような思考になっている。天使や悪魔などがいると言われる高位次元とは全く別の軸として、ゼムリア大陸という世界の外があり得るという発想に至れないのだ。何を。この世界には大陸があって、それ以外の場所なんて。それこそが外の断り。何の証拠がある話でもありません。皆さんは外洋を進む船や飛行船がいくら行けども同じ海域や空域を突破できないという現象をご存知ですか。そうなのかよ。ええ、あまり知られていないけど、近代以降の調査からもそれは明らかよ。もちろん科学的というか物理学的に説明がつくことじゃないけど、それこそアーティファクトと同じく女神の実在を裏付ける根拠になっている。なるほど、そういうことか。説明不能な現象を女神の存在に託して思考停止に陥るしかなかったんですね。ああ、女神を奉ずる組織の一員として忸怩たる思いではあるのだが、それでも世界の秩序が保たれている限り、それを乱さないというのが教会の立場だ。ですが、私たち魔女や中世の魔導士たちはそこまで殊勝ではなくて、説明できない事物や現象に何らかの法則が働いているのではないかと仮定したんです。それこそが外の断り、つまり女神が作ったこの世界の外に別の法則が働いていて、時折何らかの形で想定外の事象をこの現世に発生させるという仮説ね。ちょっと待ってくれ。想定外の事象というのは。どこかで聞いたことがあるような話だね。なるほど。28年前ノーザンブリアに突如現れた潮の杭がそうなのね。ええ、おそらくは規模の大きさの割に女神の司法とも関わりがないという想定外の奇跡。我が師父バルクホルン卿が当時現地に行って調べていたが、
正直教会にとってその呼び方はただの苦し紛れとおっしゃっていたな。無理もありません。私たちも含め所詮は人の身なんでしょうから。その一方、人の身でありながら真実に取り憑かれた集団もありました。それこそ手段を選ばず悪魔じみた狂気の方法を選択して。それってクロスベルを中心に大陸各地で暗躍していた DG 教団、司法を受け継いだクロイスケに操られていたっていう教団ね。確かに操られちゃいたが、独自の境地には至ってたそうだぜ。連中が生み出したというグノーシスとかいう薬、そいつを飲むと世界のかすったのが外れて見えてくるらしいからな。そんな薬物が。それよりもそなた、一連の話が真実とするならば、マクバーン、あんたはこの世界の外側から来た人間、いや人間ですらねえのか。半分正解だ。これは、ああ、と言ってもあくまで俺の半身だが、もう半身はもともとこちらの人間、この姿形はそこから来ている。そこがどういう世界だったか俺の記憶にもねえが、こちら側の俺とぶつかって融合した瞬間は覚えてるぜ。それこそ不可分なくらい全部混ざり合っちまってな。だから全部か。まるで聖獣と王が融合して新たな存在となったような。ロゼどころじゃないわよ。それが本当だとするなら、あんたという本質は最悪、潮の杭と同じというわけか。ああ、その通りだ。この世界に現れてこうしよう。俺はずっと自分を探してきた。元いた世界の記憶、どうしてゼムリアに現れたのか、取り戻すには元の姿に戻る必要があるのは分かってた。だが元に戻ったが最後、俺の存在は空間を壊しちまう。あの潮の杭と同じようにな。そういう意味で黄昏は絶好の機会ではある。大戦と連動してありえねえ規模の連戦をやろうっていうこの舞台、元に戻って好きなだけ暴れても受け止めてくれそうだからな。
ノワールクレスト。アークス駆動。はっ。マイル。
万物ルテロ、無は有にして有はまた無なり。
大丈夫か。よし、つかん、よし、やったわ。ま、こんなもんやったや、各種ステータス。つか、悪い、迷惑かけちまったみてえだな。はあ、おいおいおい、はあ、腰が砕けたというか。どうやら目的は達せられたみたいね。ああ、半分程度だけどな。いや、やるねお前ら。正直ダメ元くらいだったんだが、ま、鋼を上回ってる時点でそれなりの可能性はあったわけか。勝手なことを。ま、あんたがそういう性格なのは分かっちゃいたけどな。だがこっちも遊びじゃねえ。ごめんで済ませるのは甘いんじゃねえか。悪いと思ってるなら手を貸せば。確かに黒との決戦に大いに役立ってくれそうですし。いや、むしろ邪魔なんじゃねえか。あ、炎の天神。俺は俺で新たな目的ができた。カンパネルラに命主、根源も問い詰める必要がある。ああ、深淵とも改めて話しておかなくちゃならねえ。お詫びと言っちゃあれかもしれねえが、シュバルツァ、愛の寄進受け取りな。それは、お、なんかすごいね。炎の神器、なんという精烈な。うん、大丈夫だ。確かに受け取った。神なる炎、本物の家具土というわけか。礼を言う。異界の王よ、黒との決戦において切り札にもなってくれそうだ。ま、一回きりだろうから、ここぞという時にでも使えや。ああ、ありがとう。結社やあんたたちと慣れ合うつもりはないが、あんたの目的叶うといいな。人に迷惑をかけない範囲で。心に留めておくぜ。せいぜいくたばらないようにな、シュバルツァ。7組、それとクロウ。そんじゃな。ああ、さよならだ。